よっしゃ、もう一回やっつけたろ。いけそうだ。はい、どうもこんにちは、平八です。今日もね、ちょっとさっきまで雷鳴ってたんだけど、だいぶ良くなったんで、天気ちょっと釣りに行きました。で、今日もね、まあ、もう後ろにも見えてると思うんやけど、師匠も一緒に来て、もうさっきね、ちょっとアイゴ釣ったんやけどねこんなんやけどねまあ、証拠頑張ってやってきますんで、よろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。お前今なんちゃって師匠と言わなんだか。言うてないよ最近超変わり境、なんちゃってになりつつあるけどこれ、サンドに答えてるやもうこの姿でええんちゃうかそうやったら裸にベストの方がいいかもしれない。おやれよ、やれ、裸ベストせよ、はよアンティン、マリバ、それ、おっと、なんか来た。おいきなり来たぞ。やばい、遅かった、遅れた、グレっぽいな。これは違う、あー、外れた。あー、うそ今のちょっとかっこよかったね、途中まで。3個かイズスキーとか、そんなちょっとグレじゃん、ゲテっぽい方ゲテっぽいな、うん、さあ、もう一回見てもらおうか。今度はちょっと真剣に見とこうか見てなかったらまずかったな兄貴、せやな、見たな兄貴、平八や。平八さんともう一人の師匠やと俺や。僕が師匠だ兄貴やろ師匠今日は師匠と言ったなんちゃって師匠や。やっぱり団子か。ちゅうかね、ハンドルこんなになってしもたんよ。負けんな。負けんな。じゃあもう一回やっつけたろ。おい、もう3個来いへんだいや、まだおるよ。もうまだ3個おるか。またおると思う。ここで取るのは難しいよな。なかなかゲテモン取んの、この際は早いもん。かわいいね。何コーヒーがいいか、何がいい、ポカリがいいか。コーヒー以外でコーヒーで僕飲めないんですよ。あ、コーヒーは何がいい、ポカリがいいか。はい、ありがとうございます。兄貴はもうコーヒーでか。コーヒーだね。めっちゃいい人やね。だって群れを積んできた。いけそうだ。とりあえずグレッツ、あ、じゃあグレッツは分かんのじゃ。今回ビーズそろそろ買えばやばいんじゃん。かもしれんからと思って狙いやったけど、やっぱこいつか。まあまあまあ、ええサイズ。釣れました。グレかなと思ったけど、やっぱり3の字でした。残念。40か。まあまあ大きいやね。40ジャスト。
ありがとうございます。そんなどこでもいいんで。すいません。あれです。ああ、すいません。ありがとうございます。3個釣れたで、3個。40ありました。40か。はい。うん、あ、来た。来た。おお。来た。お。来た。え？です。絶対嘘。絶対今の伊豆すんやろ。ほんま。早や掘り込むの。ほんで。無理だよ。うん。ほんまですやばいわ。うん。怖いの一個も落ちるな。だってもらうもんだよ。うん。直射に一個落ちるけどかな。ええ。そうなん。うん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 。ああ。これ何ですか。これ何ですか。ほんまに。ほんまにフグ。やび一個でかいフグ。今の持ってかれた面白かったけどな。逆に面白かったよ。ちょっと泳ぐの方が見たかったけど。あ、俺だから金槌じゃ泳げんち。ああこういうのが面白いんやで。今ちょっと右動いてくれた時の方がええな。そうやな。うん、切られた。今何やったんだ、クソ。見えなかった。見えなかった。もうこの下の棚へ入る。さあ、速攻やったな。あっかん、切られた。おっちゃん、ありがとう。ポカリスエットももらって。師匠、今日も全振ってますか。やばいよ、さっきお前くれた味してんの。あれ、絶対進むでしょ。絶対嘘。絶対今のイズスにやろ。グレーだった。え、でもグレー逃がさんかったかな。あ、かわいそう。あ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。それでは、さよなら。